でも聖子さんが現れないんです、はい、でスタッフさんが走ってきて、実はその入れなかった人も中に入ってくださいと言って、うん、全部入れちゃうんです、はい、聖子さんからの伝言でそれはやるんですけれども、はい、で結局200人ぐらい集まってるからもうぎゅうぎゅうで、うん、でそこに20分ぐらい遅れて聖子さんが入ってくるんですけども、はい、でそこでものすごい数のフラッシュがたかれるんです、聖子さんに、はい、バチ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 で聖子さんそこで一言、はい、すごい自分で仕向けてるんですよ、これ入れちゃって自分から入れたのに、もう自分がそうやって取られるのも分かってるのに、そこにすごいなんかあたかもそれが自然にそうなったみたいな感じで、じゃあそのすごいっていうのも計算のもと、そうなんですよ、完全にそうなんです、マサ成功っていうタレントの、その通りなんです、だからそこで生まれた名セリフが先ほどおっしゃった今度生まれ変わったら一緒になろうねっていう、はい、あのセリフが、それを見て会見を見てた相手の男性の方は、はいはいはい、俺そんなこと言ってねえよって俺そんなこと言ってねえよ、笑顔さん俺そんなこと言ってないよ、だから相手の方は本来そんな別れるつもりはなかったんですえみたいな、向こう側は、向こう側はで実は3日前ぐらいに福岡の実家に行ってるんですよ、あの方です、で向こうのどっちかっていい方のね、ああ そっちじゃない方の、どんな挨拶、娘さんと交際したそんなこと言ってないじゃないか何言われたの、何言われたので、またその聖子さん美肌にも実はこだわってることが、美肌入ります、はい、実はエビアンの水で毎日顔洗ってる、でまたお風呂もエビアンの水にお風呂に入ってる、かっけまあ歌謡界いろいろ主語の方いるんですけど、はい、まあ、山本譲二さんとか、うん、吉幾三さん、まあ、あと一番有名なのが和田アキ子さん、はい、けど今回の登場人物は野口五郎さん、意外と野口五郎さんって主語って知られてないんですよ、なぜかというとアッコさんとかは人と飲み行くから主語伝説が広まってくんですよ、相当飲むぜっていう、五郎さんっていうのは一人で飲み行くんです、だから意外と広まってないんです、その五郎さんがある主語と対決したっていう都市伝説があるんですよ、はい、それいつものように五郎さんが六本木で一人で飲んでたんです、うん、そしたらその店のドアが開いて入ってきたのが現役バリバリの時の高田信彦、高田信彦が広斎藤と入ってきたんです、そう新日バリバリの時五郎さん死んじゃいますね、そうでしょ、で五郎さんも高田さんも酔っ払ってたんで、お前酒強いのか、お前こそ強いのかって話になったんです、はい、じゃあ飲み比べやろうって話になって、真ん中にウイスキーのボトルを置いてグラスを2つ置いてつぐつぐ飲むっていう対決を始めたんです、1本軽くなくなったんです、2本軽くなくなったんです、3本軽くなくなったんです、4本軽くなくなったんです、ただねビールでねアルコール5とか7です、ワインとか日本酒で14とか、ウイスキーって20超えなんです、はい、下手したら40いくんですよ、普通4本1人2本飲んでることになりますからね、これで倒れるんですよ、5本目にいくんです、うん、5本目もついで乾杯で飲むんです、5本目開くんです、6本目にいくんです、開くんです、やめないです、どちらも7本目にいくんです、ちょっとペースが落ちましたけど開くんです、8本目が運ばれてきて、はい、両方のグラスに継がれて乾杯の時に、すいません飲めません、どちら高田信彦、それを聞いた五郎さんは二度と俺に挑戦するな、マジで、で高田信彦の広斎藤は帰るわけですよ、広斎藤でも五郎さんは帰ろうと思って出たら朝なんですよ、で一人の部屋に帰って
寝ようと思ったら足がフラフラになって急に酔いが回りだしたんです、うん、でフラフラっていうかもう一歩も動けない状態になって、はい、やばいと思って病院に電話して救急病院に運ばれたんです、はい、で診察結果が急性アルコール中毒で病室に運ばれて点滴を受けたんです、はい、でそのまま五郎さん寝ちゃうわけです、はい、で起きたらもう外は真っ暗夜なわけです、はい、でも点滴をまた受けなきゃいけないんで、うん、やることないんでテレビつけたんです、はい、8時あら新日本プロレスがゴールデンジャンプするんです、はい、その画面の中で戦ってたのが高田信彦広斎藤はセコンドでこうだからねすごいこの守護野口五郎守護高田信彦との戦いの真の勝者は高田信彦なるほど敬意をされなかった、はい、信じるか信じないかはあなた次第。いやー今年になってもたくさんの有名人人気カップルが誕生しています。そんな中で、今日僕が取り上げたいのは松山ケンイチさんと小雪さんのカップル、もう本当にお似合いのカップルで、2人が知り合ったっていうのは2009年に公開されました映画カムイ外伝という映画なんですね。でこの映画は当初松山くんの相手役っていうのは菊池凛子さんだったんですよ。で映画は途中まで撮影がそうで進んでいたんですよ。進んでいたんですが海岸を菊池さんが走るシーンで彼女が足を大怪我をしてしまって、全治8週間だから2ヶ月お休み、それでは撮影が進行しません、はい、それでその代役として決まったのが小雪さんだったんです。すごいですね代役、はい、実はですね芸能界には代役で共演をしたで結ばれたっていうカップルって結構いるんです。あ教えてほしい。でそれがね結果として別れているという、はい、あくまでも過去のデータなんです。過去のデータでしょ、はいはい、最近 CM でいろいろ話題になりました西野明子さん、はいはいはい、西野さんも若い頃純情派の女優さんだったんですけれども、はい、NHK の大河ドラマで勝海舟のヒロインに選ばれました、はいはい、その時相手役だったのは実は渡哲也さんなんですよ、うんうん、ところが渡さんが撮影が始まって数ヶ月後に大病を患ってどうしても続けることが不可能になりました、うん、急遽そのピンチヒッターで、代役として、その渡さんの役をやったのが松方弘子さん、そこで出会いがあって急速に盛り上がってゴールイン、うん、はい2人のお子さんにも恵まれたんですが、うん、最終的には離婚ということになってしまいました。ね、まあ、これはある程度古い話なんですが最近ではですね陣内智則さんと藤原紀香さん、はい、これはテレビドラマの共演がきっかけです、うん、で割とオープンにされてないので、ご存じないかもしれませんけれども、はいはい、実は紀香さんは最初から決まっていたんですが陣内さんの役どころは最初はキングコングの西野くんだった、ところがスケジュールがどうしても合わなくって最終的に西野くんの代役に決まったのが陣内くん、2人もその後急速に盛り上がって結婚しましたが、はい、まあ、最終的には別れてしまいました。ああいう結果ね。だからあくまでも偶然かもしれません。僕は小雪さんと松山ケンイチさんにも幸せになってほしいなって心の底から願ってます。本当ですか？聞いたことない声やから。結論がどうなるか分かりませんが、はい、信じるか信じないかは鼻か次第です。ただですね代役で知り合ったということはどうしても周りからも言われるんで、はい、急速に盛り上がったりすると運命的な出会いって考えがちなんですよ人間は。でも運命的な出会いでは決してないんですよ本当はね、うんうん、やっぱりそれ気に入って結婚でもその急速に盛り上がったものは冷める時も急速に冷めたりすることもある。
なんであんなにね、はい、むちゃくちゃやられてもね、はい、そうですよ、日本の政治家は、はいはい、国民があんなにこんなに怒ってるのに、怒ってますよ、ね、あれ、まあ、泥棒は庭先に入ってきたようなもんですよ、あの漁船は、はいはい、で明らかに体当たりしてるわけですよ、はい、それなのに中国のためにあの映像を中国のために日本の政治家が隠すという、信じがたいことが起きてるわけ、一番やるのが筒持たせですわ、そうですね、ちょっと綺麗なお姉ちゃん横座ってくれた、はい、ね、解放室なんか寄ってるんですか、解放してると言ってた彼女はちょっとあっちのホテルで休みたいわって言って、ね、男ならフラフラっと、うん、まあ、彼女が言うてるんやからと言って、ちょっと何か、服に手をかけた瞬間ドアがバーンと開いて、はい、これが入ってきて、うん、ほら俺の神さんに何すんじゃボケーって言ったらもう一生しゃぶられますわ、はい、これに近い状態に国の国政を決めるようなレベルの政治家が向こうでハニートラップに引っかかっている、まあ、これ非常に巧妙なんです、非常に巧妙で、はい、実は僕中国多分行けない、いや行けると思うんですけど、ええ、行ける時が怖い、入ったはいいけども多分僕は二度と出てこれなくなるんじゃないかと思うんですけど、これだけ喋ってるからそうですか、ええ、もう怖いですよ、国内でも軽井沢の家帰る途中で偶然中国の者が乗り合わせてな、まあ、情報関係乗り合わせ顔して、靴屋さん今日今からお帰りですか、ポンとやられたり、あるんですよ、うん、ご家族はお元気ですかみたいなね、だから僕中国入るときは超大物と一緒にしか行かないんですよ、はい、あ、行ったことあります、なるほど政治家は VIP 扱いした政治家勘違いするなと思いました、うん、向こう着いたら全部別動線なんですね、我々は廊下にずっとこう護衛が立ってるわけですよ、全部フィギュアのような美女、身長180ぐらいシュッとしてて、もうモデルみたいな、はい、だからあれアニメ好きにはたまらんと思う、それが制服着てこうやって立ってるんですよ、それが護衛なんですか、護衛、全部護衛、それで通訳さんも全部美人で、外に出ると公安の車が前後に待ってて、我々の乗った車をやって信号全場を、勘違いしますよ ね、そういう状態です、はい、で夜はどんな接待を待ってるんですか、そこから先はね、おそらく個別に分断していくんですよ、分からない、あの要するに、はい、でそのおそらくは、おそらくはそのやっぱり通訳だったり護衛だったりっていう美女が一番怖いと思うんですね、で夜ちょっとじゃあ個別に飲みましょうかみたいな話になって、はい、そこからもうあとはと、うん、いうことは実際にこれはもう政治の世界ではかなりの 大物政治家で何人か名前は上がっている、でもでトラップにしてます、総理の首相クラスもあって、最近なんかついこの間民主党のなんか大勢で行ってたんですか、はい、うん、ああいうのは逆に分かりやすい、だから小沢さんが中国にこびてるっていうけれども、小沢さんだから見える形でやってる、なるほど、中国っていう国は力がある人間には弱いものには強く、強いものには弱いんですよ、だからあれ小沢さんがクジャクが羽を広げるように、俺は150人の国会議員を連れていけるんだと、あれは外交者としては非常に正しい、正しいんですか、正しい、そうじゃなくて向こうで取り込まれて、こっそり あなただけ合わせたんでしょ、こっそり2、3人抜くとは、それが一番やばいです、なるほど、志摩工作じゃないですか今ちょうど連載のさなかのやつ、ね、尖閣のやつやってるけど、あれが真実です、だから日本の国で真実をしようと思ったら、志摩工作とゴルゴ13さん呼んでいれば大体間違いないです、ハニートラップはきついよ ね、いやハニートラップは戦いですよ、その中国に行く政治家は最新の医学で一回睾丸を置いていけばいいんだよ、はい、日本に、はい、外して、あのね、国務長官、夢の国のポスト、あの僕の大好きなテーマパーク、あの夢と魔法の王国ありますよね、あそこのパーク内ですね、あの10個ほどポストがあるんですよ、うんうん、そのポストから懸賞のハガキを出すとかなり当たる確率が上がるという、なぜかと言いますと夢の国オリジナルのスタンプをバンと押してもらえるんですよ、うん、これがすごくよく目立つから懸賞に当たる確率がすごく上がるんですって、選ぶときに、そうなんですよ、だから10万以上の懸賞があった人がもう多数いるらしいです、手塚治虫が発明した音、まあ、あの手塚治虫先生といえばね、もう日本を代表するもう漫画の神と言われてまして、はい、まあ、もうブラックジャックですとか、まあ、あの鉄腕アトムですとか、もうすぐ名作残ってますけど、まあ、その後の漫画史に残る大発明をしてるんですよね、それがあの、まあ、今ではねもう皆さん使います、芸人さんで使いますよね、ちょっと若手がちょっと喋って滑った時とか、おいスタジオシーンとしとるやないか、このシーンという言葉何気なく使ってますが、実は手塚治虫先生の発明なんです、へー、すごい、
さあ、それまではですね、漫画の中で何も音が鳴っていない、立っていないという状態を表す言葉はなかったんですね。それを表した最初のコマ、実は今日入手しております。あ、見たい。そのコマがこちら。はい、4コマ漫画なんですけども、グッチャンという作品で、これの3コマ目ですね。はい、左上見てください。シーンと、いつの間にかみんないなくなっちゃったという状態を表しているのに、シーンという言葉、これが最初のシーンの登場です。この時漫画の歴史が動いたと言っても過言じゃないんですが、なんとこの時ですね、手塚治虫先生28歳という若さなんですよ。今の僕と同い年です。そんな情報ありつつですね。まさか今のなんかシーンになったら違う。まあ、このようにですね、手塚治虫先生がシーンを発明しなければ、私も今スタジオで滑ることはなかったと思っております。信じるか信じないかはあなた次第です。私もずっとマッチが大好きと公言させていただいてて、まあ、ちょっとこのマッチさんってデビューするときに近所のお姉さんが写真をジャニーズ事務所に送って入ったっていうお話は結構出てるんですけど、その写真っていうのが実はですね、その近所のお姉さんっていうのがマッチさんがいた少年野球チームの監督の娘さんで、みんなの野球部員の集合写真のマッチの部分に矢印書いて、わーって人数あるなんかちっちゃい豆粒のマッチに矢印書いてジャニーズ事務所に送ったら、ジャニーさんがおこの豆粒いいねっつって言う、来ちゃいなよみたいな、でジャニーズ事務所に入った。すごいね、嗅覚というか、それ見る目な、うん、まあ、やっぱやんちゃなね、若い男の子がたくさん来るので、まあ、やんちゃが過ぎてのバタバタみたいな、こういう伝説がいっぱいあるんですよ。で1993年の紅白歌合戦の本番前の控え室で起こったことなんですけど、はい、その当時もう人気もう大絶頂だった光源氏の諸星佳代君と、お相手はあの少年隊の植草かっちゃんが大喧嘩をしたという事件なんですけど、もともと事の発端はもういたずら好きでかっちゃん有名なんですけど、かっちゃんがですね、諸星さんの帽子にですね、なんていうのかしら、男性のお大事なおちん的なところの絵をちょっと描いたんですって。そうしたらもう諸星さんそれにカンカンに怒ってしまって、その当時はもう俺が日本を動かしてんだと本気で言ってたほど、こうちょっとね、お鼻が伸びた状態だったので、もう植草さんがどんな先輩だろうがもうブチ切れて、お前俺を誰だと思ってんだ。なるほど。でかっちゃんももちろん先輩だから、なんだこれっつって殴り合いの大喧嘩に控え室になっちゃったんですよ。でそこにまず最初に止めに入ったのが、その年初めて紅白に出るっていうチューブの前田さんで、止めに入ったんですけど、もう前田さんじゃ全然止まらない。でカー君はもう紅白なんか出ねえぞと、もうなんで大晦日に歌わなきゃいけねえんだぐらいへそ曲げちゃってカンカンになっちゃったところに、今度もう大御所ですよ、南こうせつさんとさだまさしさんが来て、やめなさいと、あなたたちねと落ち着いた感じで大人の叱責をするわけで、それでももう血が上り詰めてて全く止まらない。でどうすんだ、もう本番近いぞっていう時に、最後楽屋に入ってらしたのがもう歌謡界のボス北島三郎で、入ってきた途端にお二人が喧嘩してんのを見て、やめろーっつって怒鳴り込んできて、その時ですよ、お前もう本番すぐだと、何時だと思ってんだって言って二人につけていた時計を見せたところ、その時計がえげつないほどダイヤモンドが埋め込まれてて、もう何時かわからないどころか文字盤も見えないぐらいダイヤだらけだったの。それを見た川君がハッと、日本を動かしてるのは俺じゃない、やっと冷めて喧嘩が収まったという伝説。北島さんの時計のおかげと、えげつないダイヤモンドのおかげで止まったという信
ちゃんが信じないかはあなた次第です。これは第44回の紅白歌合戦なんですけども、なんで喧嘩が起こったかというと、普通の歌番組は個室ですよね、歌手が。ただ紅白の場合は光源氏も少年隊も大部屋なんですよ。それで普段こう顔合わせないんで喧嘩とかしてしまうと。で北島三郎さんは大鳥でいらっしゃったんで個室だったんです。それでそういう喧嘩を仲直りする余裕があったっていう。よく嘘だって言われてるのは明星とか平凡で、光源氏のカー君 VS チャチャのカッチャンっていう企画をよくやってたんですよ。でもチャチャでうわーってキャーカッチャンカッチャン言われてるのずっと袖で男の子が見てるんですって。ほんで、はけ際に、まあまあ君もいつか僕みたいになれるよ頑張ればっていう声かけたのが後のスマップの中居君ですよ。2人とも覚えてるんですよ。はこの子のために走っていかなきゃなっていう。謙虚なんかアホなんか。ブワーッ追い抜かれたでしょ。全然見えない。さっきの背中全然見えない。ゲームスがちゃうから。よく嘘だって言われてるのは明星とか平凡で、はい、光源氏のカー君 VS チャチャのカッチャンっていう企画をよくやってたんですよ。でうわーってキャーカッチャンカッチャン言われてるのずっと袖で男の子が見てるんですって。ほんで、はけ際に、まあまあ君もいつか僕みたいになれるよ頑張ればっていう声かけたのが後のスマップの中居君ですよ。2人とも覚えてるんですよ。はぁ、この子のために走っていかなきゃなっていう。AKB48 に隠された秘密。この AKB48 名前にですね、いろんなメッセージが実は隠されてるかもしれないって話なんですけども、はい、まずこの AKB って何だと思います？秋葉、ホームグラウンド秋葉。秋葉。もう一個説がありまして、はい、実はこのグループを作った3人の方たちの名前の頭文字が AKB と言われてるんですね、はい。まあ、A というのが、まあ、皆さんご存知の秋元康さん、秋元さん、はい、A ですね。で K というのがこのグループの運営をしている会社の社長さん久保田さんという方で K、AK で最後 B というのがですね、まあ、発足当時のグループがですね、メンバーが所属していた芸能事務所の社長さんの名前が芝さんと言いまして、その芝さんの B を取って AKB というふうに言われてるんですね。で本当だったら S じゃないですか。ローラも言うてんだよ。 AKS じゃないですか、うん、ごめん AKB の方が秋葉ともかかってくるし、うん、都合がいいんだごめんな芝ちゃん。その代わり最後に48芝って入れるわけです。僕らが司会しているある番組特番だったんですけど、ちょうどその時に W ってカゴちゃんと辻ちゃんが、うわーかわいらしい、この W が、まあ、チームで W チームで来てたわけで、普通にこう紹介して W チームでーすって2人で W なんてやってて、うんうん、で、まあ、太田がいつものように、まあ、ボケ、はい、ギャグとして、いやもうさっきね、かごちゃん楽屋でタバコ吸ってましたからねって、そんなわけないじゃないですかってやったんですけど、うん、なんとそのオンエアの1週間後に写真が出ました。もうネット上では太田は知っていたってことだ。死ぬわけもないし、予言ってことになっちゃった。メンバー大ボケ、今の足田愛菜ちゃんに言うぐらいの感覚ちゃんに言うようなつもりで言ってるわけですよ今まで。本当にそんなわけないじゃんみたいな。びっくりした。そういう計らいですよね。だから例えば女性なんかそうやって多分別れるって言った時、うん、女性がまあ随分なことを言ってくることがあるんですよ。はいはい、だから師匠もだからその別れる時にはありがとうなって言うんであげるんですよ師匠。師匠ね。でもそうするとこれこれだけって言ったやつがいるって言うんですよ。いやだって一回持っていかれたんですもんね財産。財産結構持って、あの人は別れ話で包丁持って追っかけられてますからね。師匠はだって青梅街道裸足で走ってますから。
はい。あれ山崎さん。山崎さん。これ僕なんですけど。はい、まだおられたんですよ。いや、当たり前ですよ。急に帰ったら怒られるやろ、そんなもん。怒りませんよ。怒られる。まあ今ここにおる皆さんに関係しますから、はい、まず予防接種とかあるじゃないですか、はい、予防接種、まあちょっと風邪になってね、インフルエンザとかちょっと流行ったりとかして予防接種、あの予防接種で何かご存知ですか？ウイルス入れてるでしょ、体に。そうそうそう、ちょっと今さん、ちょっとダメだって例えば僕あのインドに行った時あるんですけれども、あのセキュリの予防接種を打つと、はい、ね、例えばセキュリ、あれこれ何を打ってんのかなって。セキュリのウイルスやろ。そうです、セキュリのウイルスのこっからなんですけど、うんうん、これは化学処理とか熱処理で毒素を抜いたセキュリのウイルスを打つわけです、うんうん、ほんでなんで体が強くなるかっていうと、その体の中には警察がいますよね、白血球です、うんうん、ね、白血球この警察に、急に例えて分かりにくくなるってどういうことなの？白血球出てください。それで、うん、みんな守られてるんです。予防接種するとそういう風にして体の仕組みでやっつけてくれるわけでしょ。そう、予防接種というのはだから毒を制すなら毒を漏れっていうね。毒を毒で制するっていう予防接種は。その病原菌を入れるわけですから。はい。ほんでまあちょっと皆さん金に今興味持ったと思うんで、持てよ持てよ誰がしょうもない授業を聞かせるんですか。いや、ここから、はい、虫歯ってどうやってできるか知ってますか？虫歯あ分からへん。虫歯、昔こう絵で読んだのは鶴橋もね、まあ、虫歯がガッチャガッチャやってこんなになるからねって言って、うん、痛い痛いって、うん、絵本で読みましたよね、うん、あのミュータンス菌とかすごい有名な菌いっぱい、うん、もう口の中口内にいっぱいいるんですけど、うん、やっぱ菌も生きてるじゃないですか、うん、その歯についた歯垢、食べかす、うん、それをやっぱ食べるわけですよ、うん、菌も、うん、食べたら何をします？え、うんこ、はい、あ、そのうんこが酸なんです、うん、でうんこが酸やから歯が溶けて虫歯になるんですよ、うん、だから僕の娘にもそうやったんですけども、あの全然歯磨きしなかったんです、うん、ね、その歯磨きをしなかった娘がこの話をしたら、え、うんこがいっぱいあんねや、うん、気持ち悪いって言って歯磨きをするようになったんです、はい、うん、だからまあテレビで見られてる方とか、あの子供が歯磨きをしないと、ぜひ今の話を都市伝説は宮本さん、歯あんまり磨かなくても口臭もないし虫歯にもなれへんっていう人たまにいません？これ持ってる菌、人間にまあ言ったらつく菌ですよね、それが3歳までにその人間にこう入らへんかったら、その口の中に入らへんかったら一生大丈夫なんです。だから3歳までに親はキスしたいけど我慢するっていうのあるでしょ、うんうん、あんで松本さんがお子さんできた時に口にしたらその話を知ってはって、はい、めっちゃしたいけど我慢してずっと後頭部にしてたらこの辺ハゲてきたんでしょ、はい元々今僕らが手渡されているものって元軍事品のものが進化して手元に来るんですよ。で大体それが30年から40年で、今もうスパンがもっと短くなってるんですけど、大体、まあ、40年ぐらいは、寝かされてから僕らの手元に来るんです、はいはい、でインターネットってありますよね、はい、でインターネットっていうのも元々軍事目的で作られたものなんです。でその中でも Google Earth ってありますよね、はいはい、で Google Earth っていうのもこれもあの要は軍事的に、施設を上空から覗くってことです、はい、で元軍事品のものがそれが僕らのところに来たってことはもうそれがお古な、うん、じゃあ今その Google Earth こそ軍事その兵器ってのは何かっていうと、宇宙上空から Google Earth 同様建物の中をサーモグラフィーで覗くんですよ、うん、で建物の中にいる人間だけを蒸発させて殺すんです。え、外壁を傷つけずに中にいる人間だけを蒸発させて殺す方法をっていう兵器がもう宇宙には存在してる、それでそのだから僕らの手元にも何があったか、うん、それは電子レンジが一般的に売られた、おだから技術を向上して実はそれをもう作り出してんじゃないかっていう。で1個また深くちょっと言っちゃいますけども、はい、まあ、近年この宇宙兵器っていうのがちょっと使われたんじゃないかっていう事件があるんです。それが、まあ、今年、行われたビンラディン
殺害する、はいはいはい、であの人死体出てないですよね、うん、で実はね上空からその宇宙兵器で蒸発させて殺してでもなんかテレビやったらこういうふうにしてなんかこう殲滅というかビンラディンを殺害しましたよっていうテレビやったそれが情報操作ですよねその兵器のことを隠すためにわざと流すわけですよ、ね、超怖いほんまに怖いビビットコンって言うじゃないですか。はいはい、ビビッときた、はい、運命の人たち的にビビッときたっていうのは、これ科学的に実証されてるんですよ。え、なんで？あの人間のその遺伝子の中にはその HLA 遺伝子っていうのが存在するんですよ。でこれが俗に言う恋の DNA って言われてるんですよ。でこれがその、まあ、DNA の遺伝子情報の中の染色体の6番目に当たるところにあるんですよ、はいはい、これはあの人間その体外から来る病原体やウイルスをいち早く察知して捕まえるっていう遺伝子なんですよ、うんはいでこれは人間生まれてくるときにお父さんから一つ、はい、でお母さんから一つでこれが受け継がれて今の自分がいるんですよ、はいはいはい、で人間は子孫繁栄のためにその無意識に自分とは形が異なる相手を探してる、はいはい、異性的に違う人で、はい、全くこの形状が異なる者同士が組み合ったらまた生まれてくる子供は免疫にすごい強い子が生まれてくるんです、はいはい、で無意識にそれが行われてて、はいはいで運命的な出会いで自分と全く異なる形のパターンを持った遺伝子を持った人と出会った瞬間遺伝子が震えて脳にビビっていう反応が来るんです。それは触れるとかそういうのがなくてもじゃないんです。だからあの基本人間の脳波ってビビたるその、まあ、ビビななんていうんですかね電流が流れてるっていうじゃないですか、うんはいで体全体からもそういうものが流れてるんですよ、うん、でそういうものが流れて波長があった者同士が不思議かなビッて反応するんですよその時にここにザッて流れてだから未だにその片思いが続いてたりとかその友達止まりが続いてるのはもう遺伝子的に求められてないっていうことなんですよああ、はい、そうなんだいや友達がそうやろ多分今、ね、友達で長くて好きな片思いの人がいるんや、うん、そうでも絶対に進まないんですよね何もそうです吉崎君が言うにはチャンスあげましょうかえHLA 遺伝子っていうのはもう一つ匂いの成分の中で一緒に出てくるんですよ、うん、だから香水とかつけずに相手に耳の後ろを嗅がすんですよ、うん、そうすると相手がそれに反応した瞬間恋に変わってくるんですよ香水をつけたら香水をつけちゃダメなんですつけないで自分本来の匂いフェロモンと言われるものですよお風呂も入んない方がいいお風呂入らん方がいいためにためた方がいいかもしれないそれでもし相手が反応したら自然と無意識に子孫を求め合うんで結婚という形もでももうそれ最後の手段やからこれであかんかったらほんまにあかんってことやんな、ねね、どうやって乾かすねんなこうやって好きな人に大人やからもう分かるやろどうやってやるのここに寄ったらなんとなくこうなんか飲み物を取る感じでこうとかどうなんだよ、ね、ちょっとやってみようジハラジュニア骨折の真相え誰ですかいますよこれは、はい、えあら滑んだジャックリンゴッパーやシャイニングあっちで直すか最強って。いや、あの先日まあ皆さんもご存知だと思いますけれども女の方にねハイヒールで足を踏まれて骨折をしたという。はいはいはい。まあ、正直この確率の低さもなんやねんという話かっこ悪いじゃないですか。何をしてんねんということで、で僕調べました。はい。なんと過去にもこの男、うん、骨折してるんです。この骨折が、居酒屋に行きましてでジュニアが。トイレに入りますね、うん、でまあジュニアというのは小も大もあの座ってやるタイプで、はいはいはい、それで座ってやっておりました、はい、ほんでまあジュニアちょっと抜けてるところがございますから、はい、鍵をかけ忘れて、うん、でそのままやってたら竹刀がポーンと入ってきて、はい、そのドアが小指にポンと当たってポキッと折れたんです、もうだから地球上で本当最弱の
これだけではございません。今ジュニア君あの黒いサポーターをしてる、はいはいはい、だいたいあの白いサポーターとか包帯とかギブスをやるんですけども、はい、これ黒のサポーターみたいなやつ、はい、これ実は SM グッズなんです。ある人からこれ似合うんじゃないって言われて、ある人から何だって言われた、これ似合うんじゃない言われてそのままつけてる、ハイヒールで生まれて骨折して SM グッズを身にまとうただの変態なんだ。信じるか信じないかはあなた次第。信じる。あの大阪のスタイリストさんが、はい、白いと目立つでしょと黒い包帯見つけてきたんで、もしよかったらどうですかと、めっちゃいいですねこれ、どうしたのか、どこに売ってるんですか、俺も買いますわって言ったら、えらい口ごもりあるんですよ。いやあのいやっていやいいじゃないですか、どこで買い合ったんですか、俺も買いますんで、いや差し上げますんでどうぞ、いやどこ売ってるんですかって言ったら、実はこれSM グッズなんですと。これだからあの大人のおもちゃに売ってるんですって、うん、これでまあぐるぐる巻きにするんですって。じゃあそのスタイリストは普段大人のおもちゃに売ってるそれはその人女性の方ですよ、女性の方ですけど、わざわざ俺のためにこうネットで探したらそういう大人のおもちゃやったと、ほんで行くのはあれやから電話して取り寄せてもらえませんかって言って取り寄せてくれたって。それは信じない。あのキッチングッズの誕生秘話、皆さん必ずね家にあると思うんですけど、あのサランラップってあるじゃないですか、はいはい、あれ実はもともとこうやってキッチングッズじゃなかったんですね。で名前もサランラップじゃなかったんですよ、はいはい、何に使われてたかというと、あの第二次世界大戦中にこのアメリカ軍の兵士がちょっとブーツの中で水虫に悩まされまして、うん、それを防止するために中敷きとしてこの薄いこのサランラップを使ってたんですけども、で、まあ、とある化学メーカーの2人の技術者がもう水を尽くしてなんとか作ったんですけど、で大流行したんですね戦争中は、はい、ただ戦争が終わって一気にそれがもう使い道がなくなってしまって、あどうしようってなってたんですけども、その2人の技術者がそれぞれの奥さんを連れて、まあ、ある日ピクニックに行ったんですね。そしたらその奥様がレタスをそのこのこれに包んでこう出したんですって。そしたらこれも水分を飛ばさないし非常に衛生的に持ち運べるということで、これはすごいってことでこれで売り出したら大ヒットしたんですね。で名前なんですけども、このラップっていうのは包むラップで、この2人の技術者の奥さんがそれぞれサラさんとアンさんなんです。で奥さんの2人の名前とラップを合わせてサランラップで売り出したんです。慎太郎が覆した常識。あの以前ピンマイクの話をしましたよね、はい、日本にピンマイクを持ってきたのは萩本欽一だ、はいはい、ブルードウェイでそれを見て、はい、テレビの中に持ってきたのが萩本欽一だという、ドラマ界で初めてピンマイクをしたのが勝慎太郎さんです。ケイシケイというドラマを勝さんがやってたのを覚えてる方はいると思いますけど、はい、あれってものすごいドラマで、主役、監督、脚本、音声全て勝慎太郎がやってたんです、はい、めちゃくちゃじゃないんです。だから毎回現場に行っても勝さんの頭の中にしかストーリーがないんです。すごい時代ですよね。毎回アドリブなんで、勝さんに合わせて共演者も動く、はい、カメラもカメラ位置を決めれないんで手持ちで追っかけなきゃいけないんです。音声もガンマイクですから追っかけなきゃいけないんですね。で毎回勝さんのラストカットでその回が終わってくるんですけど、はい、いつも勝さんがアドリブで何か言って去るんです、はい、それを3回ぐらい続けた時に視聴者からものすごい苦情の電話が来たんです、うん、何を言ってるかわからない、致命的や本当に何でもわからない、特に最後何言ってるかわからない、特に最後何、一番致命的や、事件が解決して警視が去る、何かを言うんだけど何言ってるかわからないから何か教えてくれと、それで勝さんが何かねえのか、ガンが俺を追えねえんだったら何か持ってこい、探してこいっつって、バラエティー使ってたこのピンマイクをスタッフが探してきて勝さんにつけて初めてドラマでしたのが勝さんだったという。だからピンマイクをつけてからセリフが全部分かったんです、はい、そしたらまた苦情が増えたんです。どういう意味が分かんない、全然分かんない。
はい、やはり皆さんご存知の F1 グランプリが開催されるあの三重県の、はい、鈴鹿市。ちょっと待って、もうしゃべりがうますぎて笑ってまうんだけど。鈴鹿サーキットと警備員のおじさんのいい話っていうのがあるんですよ。ある時その鈴鹿サーキットのゲート内にですね、もう黒塗りのハイヤーの高級車が来たらしいんですよ、はい、警備員の方すいませんと、はい、あの許可証見せてくださいって運転手の方が、はい、すいません許可証忘れましたと、けど中入れてくださいになったらしいんですよ、はい、すいません許可証がないとお入れすることできませんよ、はいはいはい、我々関係者だから入れてくれってちょっと揉めたらしいんですよ、はいはい、後部座席に乗ってる方が、はい、我々が今日許可証を忘れたんだから我々のミスだから今日は帰りましょうってことで帰られたらしいんですよ、はい、それで後日その警備会社の人のところに手紙が送られてきたらしいんですよ、はい、見てみたら君みたいな素晴らしい警備員がいて僕は誇りに思う本田宗一郎と書いてあった。いつまでも謙虚な男、本田宗一郎さんのお話です。あの大向こうっていう人たちがいるんですね。大向こうっていうのは例えば形を決まった時に中村やと言うと言うと、はいはいはい、2代目、はい、あれ大向こうって言うんですか。大向こうそれはもう江戸時代からいて芝居好きの人たちですね、はい、喜怒御免だったんです。喜怒御免っていうのはもうフリーパスでお金払わなくて大向こう劇場に、なるほどなるほど、まあ、今もそうなんです。盛り上げてくれるしね、はい、やっぱりその芝居を好きな人だとかが、うん、あの仲良くなるんですね。芝居の話もできるん で、はい、でうちの祖父の十七代目勘三郎がすごく仲良くしていた大向こう、はい、あまりに声色もうまかったんです。例えば役者のコアマネ、いわばモノマネですね、うん、があまりにもうまくて、うちの祖父が早替わりで吹き替えとして舞台に出てセリフを喋ってもお客様が分からなかった。でその人が紅白をもう14回ぐらい司会をした山川静夫さん。この人があの伝説の大向こう。そう、すごい、すげえ。萩本さんにもこの間お会いした時に、あのね、発明、萩本さんが発明した今テレビ史に一番大事なバラエティに大事な発明したん知ってます？何ですか？え、ピンマイク？滑り笑い。滑り笑い？滑り笑い。よくバチとかでロケしておばちゃんとかになんかそういうなんか小話みたいな、当時30年ぐらい前金ちゃんのドーンとやってみようみたいな、 あれをなんか面白い小話みたいなのを呼ぶんですよね、笑う。でそれをずっと、ま、途中途中入れるんですけど、全部ずっと笑ってたらオンエアみたいに面白くないんですよ、うん、あ、なるほど。だから何回かこう何が面白いのって言ってシーンってなってる状況が面白いって発見したんですね。でそれ考えると、じゃあ萩本さんがいなかったら、例えばその言うたら出川さんとか滑り芸と言われてる人だとはもう今現在もしかしたら存在してないかも分からんし、山ちゃんもや、山ちゃんもそうやし、なんであの出川さん出したんやろなと思ったんですよ、自分ながらにね。芸つけんよ、滑りやった。
はい。あの四十七とかは関係ないですけど、ええ、あの聞いちゃいけない歴史的な都市伝説っていうのがありまして、聞いちゃいけない。うん、あのね、戦争中に兵隊さんがオレンジを持ってたんだって。はい。でオレンジを一つ持ってて、そこにまあ妊婦さんが通りかかって、妊婦さんがその兵隊さんにそのオレンジ一個くれませんかって言って、で兵隊さんはまあ戻れば食べ物あるから妊婦さんだしあげようって言ってそのオレンジあげたんだって。はい。でその1週間後にまた妊婦さんとその兵隊さんが町で会ったんだって。でもその1週間がものすごいなんか激しい戦闘が起きてたみたいで、その兵隊さんはほとんど飲まず食わずだったらしいのね。でその時にまだその妊婦さんはオレンジを持ってたから、あすいませんけどそのオレンジ少し僕に少しだけでいいんで返してくれませんかって兵隊さんが言ったら、妊婦さんがこれはもう私がもらったから私がもらえよって言って、兵隊さん怒っちゃってその妊婦さんのことをなんか殺しちゃったんだって。ほう、うん、で話はそれだけなんですよ、はい、ただこの話を聞くとちょっと怖いことが起きるらしく、あのねその場所関係ないんですよ、あの一人だろうがみんないっぱいいようがいつ来るか分かんないんですけど、なんかノックが3回来るらしいんですよ、ちょっとまたまさん僕は分からないけど、まあ、この話を聞いたら、うん、でその時に、キャーとかワーとか余計なこと言わないで心の中で天神鬼悪霊鬼っていうのを3回唱えるらしいのよ、うん、天神鬼悪霊鬼って3回心の中で唱えれば何も起きないらしいんだけど、まあ、実際俺これ俺の友達から聞いて、はい、来たんだよね。どんなことがあったんですか。まあ、ホテルの部屋で話してたのよ。でそのこの話を友達がして、まあ、全く同じ状態話し終わって、であれよ、そのトントントンって来るかもしれないから、トントントンって来たら声出さないで心の中で天神鬼悪霊鬼って3回唱えればいいんだよってその友達が言ったわけ、うんうん、言ったと同時に窓の方からトントントンって聞こえて、一瞬固まってさ、うん、えっと思って固まって、まあでも聞いたばっかりだから、うん、天神脚力おー OK って思ったら、そこで声出したバカがいて、うん、ただそれを話したやつが声出してたね、うんうん、わーとか言っちゃって、そいつそれからちょっとね、そいつはちょっと大変だった。えそれはどうなったんですか、その人は。聞く、いや聞かない、はい、後で聞きたい人だって。聞きたいよね。こんなんで終わったから。俺ガサ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 やったどうなったかは聞きたいですよね。いやどうなったから聞かんと、はい、いや本当に聞く、はい、いやだから全員に様子がおかしくなって、はい、窓の方に向かって歩き出したの、はい、だから3階か4階よ、はい、窓を開けて覗き込んで登り始めた、もう悪霊ついてますよ終わった聞こえた。あ、そうなんですか。そういうことがあったと。で、止めたんですね。抑えて。まあでも実際あるかどうかわかんないからね。で、コンコンコンって来た時声出したらダメなんですね。万が一。心の中で低神経悪霊今日って3回唱えてください。声出した。お疲れ様でしたの挨拶いらんからな、今日。びっくりするわ。コンコンコン。私が所属しているワハハ本舗の社長の食べ始めから、毎回まあテーマが出される。お題を。でこの時は奴隷体験をして来いと言われたと、はい、奴隷体験、はい、まずは検索かけてみようと思いまして、あの奴隷になりたいと打ち込んだんです、はい、と63万9000件ヒットしたんです、めちゃくちゃ多いんですよ。でその中でですね、 SM の出会い系サイトにぶつかったんです、はい、ごまさんは。そうしましたらですね、あのその中で見ていくのが、一人女王様からの書き込みで、はい、すっごい興味深い内容があったんです。何ちゅう、それが近日奴隷の入試を行いますって書いてあるんです。で奴隷の入試はすごく興味があったので、これはやっぱ体験芸人としてで受験したいと。そうすると女王様から、受験したいものは私の司書箱へお送りって、なんかポストみたいなのが書いて、はいはい、送ったんです。しばらくしたら、その入試の問題内容と日時をまとめたメールが来たんです、はい、内容を見ると、入試の日時が、まあちょっとまだ最近なんですが、もう夏の終わりの頃でした、はい、場所が関東にある某海水浴場、はい、試験開始が昼のちょうど2時から、はい、暑い時や。問題内容が、その時間に女王様が奴隷とその海岸の
どこかにいます、うん、あら、まあ、探し出せってこれが問題なんです、で実際も当然行ってまいりました、はい、でその海岸の写真ございます、はい、これえらい古い写真っぽいな、ね、でこれをですね端から端まで僕ずっとこうもう1時半ぐらいからもうずっとこう見て探しとったんですよ、はい、でなんぼ探してもねやっぱりその、まあ、パラパラと人がまあいるぐらいで該当者がいないんですよ、はい、1個だけ見落としてたところがあったんですよ、はい、でさっきの海岸のねこの、奥の方なんですけど、はい、で奥にちょっと丘があるでしょう、うん、あるある丘の向こう側はまだ見てなかったの、はい、でよう見るとあの女優の小雪のような、うん、綺麗な顔した女性、はい、色白、はい、黒髪、うん、でそのあの派手なパステルカラーのピカピカ光るビキニを着てる、はい、そんな小雪にの女性がゴムボートに、うん、優雅にこう揺られてある。さらにびっくりしたのがそのゴムボートのロープあります、はい、そのロープを腰にぐるぐる巻いたおっさんが泳いで引っ張っとったんです。面白い顔は分かりませんけども、お姉さんめっちゃ一生懸命やってる。これがどんどん離れていきます。お気に入りめっちゃうわっめっちゃくちゃ遠いところまで泳がされてる。ほんで僕後日この泳がされてる奴隷さんとは連絡取り合うことができたんです。あ、はいはい、でその時の上皇様から出てた指示が、はい、アメリカへ向かえって言われた。アメリカに向かってんの。アメリカに向かってそう帰ってこない。そしてこっちの答案用紙としてはその日の晩に見つけた証拠として女王様がお召しになっていたビキニの柄と奴隷さんに何をさしていたかっていうのを夜女王様にまたメールで送るんです。あのおかげさまで無事合格になりました。東京でその奴隷の話をするときは絶対招待券を送りって言ってた。実際そういう機会があったからほんまに送ったんですよ、はいはい、奴隷さんと一緒に来てくれはった。こっちに来てくれたんですよ。その時来てた奴隷さんが泳いであった奴隷さんなんですよ、まさに。で終わってもうそれ僕はやっぱすぐに客席回ってお礼言おうと思ったらもう客席にいないですよ、はい、で表出ていて探すんですけどもいいな思ってたらそのタイミングで携帯が鳴って、はい、出たら専属奴隷のもんですけどもって奴隷さん、うん、奴隷名前があるんです。奴隷頭っていうのもいて偉いのか下なのかよう分からない。奴隷頭、奴隷だけの話が。で、すいません、今女王様が隣にいらっしゃいますんでコラーゲンさんにどうしても申し上げたいことがあるって言って変わりますねって言って、はい、で変わったんです、はい、そしたら女王様の声って聞くの僕実は初めて、はい、めっちゃギャルなんですよ、はい、わかります。コラーゲンお前超つまんねえって言ってお前超つまんねえ。お前最初アメリカの昔の奴隷の歴史とか奴隷のうんちくひも解いてたろ。あんなのいらない。これからあの話をするときは私のエピソードだけコンパクトにおまとめ。で今日も指示通りやってます。ええ感じで。やっぱり女王様だけあって笑いの無知も本物であったという話も。まず皆さんこちらの男をご存知でしょうか。いや怖い。見たことありますか。これは怖いけど。ないこちらの男はですね、ディスマンという名前がついてまして、うん、夢の中に出てくる男なんですね。今日出そうやもん。今日出まうわ。これはですね、2006年にニューヨークのある精神科に一人の、女性がかかったんですね、はい、だその人はちょっと夢の中に変な人がずっと出てくるんだということでモンタージュを作ったんですよ。それが今の写真だった。でしばらくすると、はい、別の男性がまた精神科にかかったんですね、はい、で同じような病で夢の中に出てくるんだと、じゃあモンタージュを作ろうということになったらまたあのディスマンの、それがそれから頻繁に続くようになりまして、でそれでネットとかで
いろいろ公表しだしたんですね、世界各国に出したんですけど、そうするとイギリスやスペインや中国やブラジル、そして日本でもこの音が出てきてますという書き込みがいっぱい来まして、で今もう3000人を超えてるんですね。で出てき方はいろいろ怖いものからそうじゃないものもありまして、はい、まあ、このディスマンと一緒に楽しく食事をしたというのもあれば、まあ、怖いところで言えばディスマンにずっと追いかけられたと、それとかディスマンと恋に落ちたという、ディスマンと恋に、いろんな夢のパターンがあるんですけど、とにかく夢の中に出てくるんです、ディスマンは。はい、じゃあこれ何かと、なぜ夢で出てくるのかと言いますと、実際人間がもう人の夢を操り出してるんですよ。じゃあどうやってそれを操るかというと、電気信号によって夢の中に入れるんですね。電気信号の中にこのそういう映像を入れるらしいんですよ、うん、そうすると例えば静電気みたいな微弱な電気でも ATM とかあとタッチパネルとか、うん、そういうものにこう電気信号で入れとけば、うん、人がこう触った時にいつの間にか脳の中にディスマンが入ってくるんですよ。そして夜寝てる時にディスマンの記憶だけがありますから、それでディスマンが出てくると。すごいな。じゃあこれじゃあなぜそういう風になってるのかと、これは原因がありまして、まあ、アメリカ軍ですよね、またね、そこに超能力部隊っていうのが実際にこれあるんですけど、超能力部隊っていうのは最新科学部門の中にある超能力部隊なんですけど、そこが実際このディスマンを作ったんです。要は人の目を操作できれば、敵に向かって明日あの戦場に行くと相当な死人が仲間で出るぞという夢とかを見せることができたら戦意喪失するじゃないですか、うん、そうすると戦わずして勝てる可能性があると、なるほど、いうことでその超能力部隊はそういうことを研究してやってるわけです。それの一つがディスマンなんです。実験、はい、だから別に戦争だけじゃないんです、これ大統領選挙とかでもうまくいけば使えるわけじゃないですか、敵候補者、はい、とかもういろんな人にこの候補者がいいぞとか、うん、そういうのがこの候補者はもうダメだぞって印象を夢の中で与えることによって、そういうイメージができますし、すごいな。もしこれテレビ見てる人の中でディスマンが私夢見たことあるという方がいらっしゃいましたら、もうあなたはアメリカ軍の実験台の一人として使われてるという。なるほど。信じるか信じないかあなた次第です。芸能活動以外にいろんな商売に手を出している大物 T といえば、はい、田村健二さん、はい、田村健二さん本当に数々の商売をされていまして、焼肉店、鉄板焼き屋さん、そしてカレー屋さんなんかもオープンされて、最近ではペットフード、そして中古車のディーラーまで始めるという、いろんなジャンルのビジネスに手を伸ばしておられるんですけれども、そんな田村健二さんがですね、今一番力を入れてるビジネスというのがですね、はい、ホルモンを使ったお鍋、ハムホル鍋という鍋を開発して、これで世界に売って出ようとされてるんです。このタムホル鍋っていうのは店舗でそのお鍋を提供するのではなくてですね、インターネットなんかで注文してお取り寄せのグルメとして世界に売って出よう、うん、ネットのビジネスですから、もし爆発すれば本当に世界的な規模の商売になるということで、うん、タムホル鍋に非常に力を入れておられまして、なんかいろんな有名人の方に会われたらタムホル鍋を送り、タムホル鍋の感想をいただく、そんな毎日を田村さん過ごしておられるんですよ。
賞金首、日本ですよ、日本で賞金首かかって、でまあ結局そいつはあの濡れ衣を着せられてて、ほんまに俺じゃないということで、もうその組織に乗り込んだんです。ほんまに俺じゃないから、そこでもうボッコボコされて、ボッコボコされて、ほんまにでも違う、ほんまに違うということで、あ、ほんまにちゃうのお前なって、あ、そうなんや言ったら、その奥にソファーにヒットマンが座ってて、あ、違うんだ、なんだ、もうちょっとでやるとこだったのにって言って、トカレスカチャカチャやってるって言うんですよ。銃ね、銃はね、で俺見たんだよ、その殺し屋っつって、おね、俺知り合いね、どんなやつだと思うっつって、え、どんなやつって言ったら、14歳ぐらいの髪の毛のサラサラの男の子やった。組織がまあ施設に預けられてる子供を養子縁組で、まあ、持ってきてスカウトして、その子は一切親の愛情を受けてないから、初めて親の愛情というか人から愛情を受けた、ではこの人の言うことは絶対、じゃああの人、はい、殺してきなさい、あ、分かったって言って平気で行くっていう、そういうね、皆さんはイカはどうですか。ざっくりすんな。ざっくり聞くな。皆さんはイカは好きですか。好き好き。イカ好き。そうですよね。イカは焼いても、で生でも美味しい。美味しい。干しても美味しい。美味しいよ、最高。僕なんてのは釣りをするんですけど、イカ釣りに行って7、8時間やっても釣れないんですよ。まあ、そう考えた時にイカっていうのはすごい特別なものなんじゃないかなと思うんですね。皆さんイカのことをちょっと甘く見てないですか。はい、いや、そんなつもりはないですよ。イカはそうなんです。おっしゃってくださいよ。人間が死んだ後、実はこの世の中、世界を制するのはイカだって言われてるんです。そうなんですよ。氷河期になっても実はイカだけは生き残ると言われていまして、イカっていうのは北極圏、あんなに寒いところでも生きていけられますし、深海にもイカはいるんですよ。その環境適応能力といったらもう半端じゃない、どんなところでもいると。で、あとイカっていうのは空も飛ぶんです。これイカがね、飛んでるんです。実は飛び魚が実は300メーターから200メーター空を飛ぶと言われてる。イカはイカはもっと飛ぶって言われてる。このカヤックの釣りをやるんですけど、水面で釣りをしてた時に、バーッとなんか飛んだんです、ね、飛び魚だったんです、それよりももっと飛ぶんですイカは。今のイカやろ。今イカやないとあかんやろ。それよりも飛ぶんですよ。それ見たことないよ俺たちは。それよりもイカが飛んでるの見たことはないです。それはでもイカのもっと実はびっくりするべきところはもう一個ありまして、イカは目が非常にいいんです。要は目がとにかくでっかくて目が良くて、実は人間よりも色を識別する能力は長けてるんです。で、光を確認する能力は昆虫よりも上だと言われてる。ところがこれだけ目がいいと言ってるイカなんですよ、はい、イカはその目から視覚からこう入ってきた情報を処理する脳がないんです、はい、大脳がないんですよ。でも目がいいし色も分かってるし、うん、そうそう、 なんでついてんのと、脳みそで別にそれ感覚で、あ、この色赤だなって反応もできないんです、これは実はイカの目っていうのはあれはレンズの役目があって、奥で誰かが操ってるんです。そうなんです。それ誰かっていうと宇宙人なんですって。宇宙人があれはカメラやカメラなんです。で、誰かが遠くから操ってる、まさに胃カメラなんですって。うわ、出た、はい、胃カメラ言うためだけに付き合わされたこの時間。まだなんです、まだなんです。そらそうやろ、そりゃそうやろ。この子じゃね、1個のためにあんな長い話ないわ。違うんです。